ライブエグザムの件まとめ。12月9日に行われるハッピートレインツアー2023牛尾紗理那卒業セレモニーのチケットが当たったオタクくん。当日会場に行くとチケットに書かれた席には機材が置かれており、スタッフに確認するとレベル3の最後の列のさらに後ろにパイプ椅子が置かれ、そこで見てくれと対応される。そもそも遠い上に平地で前の人と段差がないため全く見れない。制作をしているライブエグザムに問い合わせるとお詫びと全額返金するというメールが来る。そして次の日、この日のチケットを持っていて今日は楽しむぞって思ってたオタクにライブエグザムからこんなメールが来る。簡単に説明すると、昨日ミスで席がない人たちがいた、そして今日もそれが起こっていて担当直入にあなたの席がないです、でも新しく席用意したで、鑑賞場所としては十分に楽しめると思うので参加してな、そして全額返金するで、という内容。鑑賞場所として十分に楽しめると言われた席はこんな席で、ここに座った方のポストを見るとステージもモニターも全く見れない。怒って帰った方もいたり、100人以上がこのパイプ椅子の席に座ることに。そしてこれが広がり炎上。そんな中本日、日向坂の公式サイトでこれに対するお詫びと対応が発表されました。その内容は、チケ代全額返金とリピート配信のチケットを無償提供。これに対して、リピート配信はその時しか見れないし、見れる人はすでに買ってたりするだろうと、現在この対応じゃ到底納得いく内容じゃないと雰囲気です。